今回はめちゃめちゃ濃いゲストが、なんとお二人も来てくださっています。じゃあもう早速ね、僕がなんか話すよりお呼びしたいと思います。こちらのお二人です。どうぞ。どうも、伏黒杜氏役の小安武人によろ。今週役安本博樹によろ。お帰りいただいてもよろしいですか？ いやいや、じゃあ、すいません。いや、すいません。ちょっと、なんか、恥ずかしいんですか？小安さん。こういう番組もしかして。あ、気づいちゃった。ちょっと、照れ隠し。あー、見つけるの早いね。いや、感じちゃいました、ね。いや、ダメです。そういうこと言っちゃう。そういうことは。もうだって、百戦錬磨じゃないですか。いやいや、僕、あんま本当に、あんまこう。待ってください。スタジオの小安さんはこんな声の大きさじゃないですよ。もっと、ピンと張ってっからね。めっちゃ大きいし、すげえ、饒舌じゃないですか。照れてることにちょっと、えのきが気づいちゃったのがいけない。いや、だって明らかに、なんかニヤニヤしてるし。わかりやすく照れてるか。気づいちゃうからいけない。いや、気づいちゃうもんね。いや、正面にいたのが良くなかったから。そうか、斜めが。斜めが。やっぱ、ね、目が合っちゃいますね。バッチリね。もう、でも今日は、安本くんがいるもんね。そうですよ。僕も、安本くんはまだこんなに大きくないうち。だからゲストでしょうよ。俺も同じポジなんですよ。パーソナリティ側にされてる。おかしいですよ。仲いいんですね、お二人もしかして。僕が一方的に小林さん好きです。あ、そうなんですか。そんなことないです。小林さんまあまあ鬱陶しいと思ってると思います。違うな、俺のことは。そんなことない。鬱陶しいと思ってる。いや、初めだけ。初めだけ。慣れた。もう慣れた。初めはちょっと鬱陶しい。ちょっとなんだろうなと思って。俺が小安さんと立木文彦さんに対する距離の詰め方が俺異常なの。ガンガン行くんですよ。楽しくて。でも優しいですよ。パーソナルスペースの取り方おかしかったな。ピタッグイ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 って。え、なんでそれはいけそうだなと思ったんですか？もう確信だね。いけると思う。いける。最近はスタジオに安本くんがいると、ちょっと嬉しくなっちゃう。やっぱ、ちょろいんじゃ、ちょろい。待て。ちょろいんじゃ、ちょろいってなんだよ。ただ、小安さんが優しいだけ。安本くんは、ちょっとなんか、あれなのよ。調子狂っちゃうのよ。わかります。わかるだよ。調子狂っちゃう。なんか、いつもと違う自分が引き出されちゃう。なんでいつもと違うんだよ。感じなんで、ちょっと今日もドキドキしちゃうんです。俺がゲームで遊んでるの、すごくよく知ってる。でも逆もしかりなんですよ。えのきは俺のことめっちゃいじるんですよ。やっぱりでもそういうもんだね。後輩はこうなんか、先輩いじる。みたいなね。そうですね。やっぱ、後輩が先輩陣ないと、かわいそう。俺が小安さんかわいそうと思ってるの。あとお前俺のことかわいそうと思ってるの。結構毒舌だな。ちょっと。俺調子狂ってるんですよ。まあ、まあ、確かにそれは言えてるけど。それは言えてるんですよ。そうそう、孤立しちゃうからね。ありがたいですけどね。そうそう。さあ、さあ、呪術廻戦の話を、この後、していきたいと思いますので、お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。